アメリカでビットコインの先物の ETF の取り扱いが始まったということなんですね。パカラッパから、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト、馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日は経済ニュースの深掘りになります。実は先週ですね、ニューヨークの次期市長が給与をビットコインで受け取りますっていう風なニュースが出たんですよね。これについて私テレビでもコメントさせていただきましたけれども、驚きですよね。政治家の方がビットコインで給与を受け取るという風なメッセージを出したわけなんですよね。このあたりどうしてこんなメッセージを出したのか、狙いについても後ほど解説していきたいと思います。以前の動画で私のポートフォリオをお伝えした動画があったかと思いますが、私ビットコインにずっと前から投資していて、2017年ぐらいから投資しているんですよね。ですので100万円以下の時に投資を始めて、100万円目前の時にさらに追加で投資したので、結構な資金が入っているんですけれども、その後ね、大きな下落があったので、一時期本当に資産が半分ぐらいになって、ですけれども、まあブロックチェーン技術自体には非常に可能性を感じていたので、ビットコインだけはね、回復するであろうというところでずっとホールドしてたんですね。ですので4年間塩漬けにしていて、この先もね、もうほとんどこう売却することなく、ずっと持っておこうかなとは思っています。安いところで買えたし、この先普及自体はね、どんどん進むであろうというふうに見ているので、売却せず持ち続けようかなと思っています。で、税金のところもね、ビットコインは課税も株と違って大きくかかるので、なかなか売却も難しいなと思っています。やはりビットコイン自体の普及が世界的にも進んでいるので、今回の取り上げるニュースのようにニューヨーク市長がですね、自分の給与をビットコインで受け取るというような発表をしたんですよね。で、やっぱりこのニュースの背景にはですね、実はニューヨーク市長だけじゃなくて、マイアミの市長もですね、このニューヨーク市長に先駆けてビットコインで給与を受け取るというふうなことを発表しているんですよね。なので、どちらがニューヨークなのかマイアミなのか、どちらがビットコインで給与を受ける最初の政治家になるのか、ここは非常に注目ですよね。そしてこの話題先行ではありますけれども、こういったことをですね、発表することによって、やはり世界で仮想通貨業界の中心地になりたいという思いがどちらもあるんですよね。ですので、ニューヨークの新市長が、まあ、こんな風に発表したことによって、自分たちは仮想通貨に対して理解のある都市であるというようなことを発表しているんですよね。これによって優秀な企業であるとか優秀な人材を取り込みたい、誘致したいという狙いがあるんですね。ちょっと補足しておきますと、一応このニューヨーク市長である新市長のアダムズ氏はですね、ビットコインで最初の3回の給与を受け取りたいというふうに話しているようです。ですので、ね、どちらがマイアミとニューヨークのこう熾烈な戦いというふうな感じでしょうかね。しかしですね、ビットコインね、今先進国で普及しているかのように思われがちですけれども、実は発展途上国でも利用されていて、銀行口座を持たない人の味方なんですよね。あるレポートによれば、銀行口座を持たない成人はですね、世界に約20億人ほどいるとされていて、この人口がさらに伸びる40億人ぐらいになるというふうに見られているんですよね。で、銀行口座を持たないということは、労働で得たこの現金を預ける場所がありません。なので、そういった方々は皆さん自宅の地面の壺にね、お金を入れたりして保管してるんですよね。こうすると盗難のリスクとか破損のリスクがありますよね。また、農村部の方々がですね、送金をしていきたいときに銀行が近くにない場合、非常に送金にも手間がかかりますよね。実はこういった方々にとってビットコインというものは非常に便利な通貨なんですよね。銀行口座は持っていないけれども、携帯電話を持っている方っていうのはいらっしゃるので、携帯でこの自分たちの資産を管理するというようなこともできますし、送金も簡単にできるというところなので、銀行口座を持っていない方々がビットコインを利用しているというようなことが世界では起きています。面白いデータがあるので、こちらにご紹介しておきましょう。こちらフィスコのシンクタンクのデータになりますけれども、こちらビットコインと携帯電話とスマートフォンとインターネットの普及率をこういうふうに図式化したものになります。水色のところがビットコインなので、まだまだ 20% 下回るような普及率なんですよね。それに対してインターネットの普及率は紺色のところですよね、65%
ぐらい普及していて、そしてスマートフォンの普及率ピンク色ですけれども、これも 70% を超えてきています。さらに携帯電話自体の普及率ですね、スマートフォンだけじゃないですよね、携帯電話ってスマホ以外にもありますので、携帯電話自体の普及率は 100% を超えつつある、超えてきているというような状況なので、それに対してビットコインの普及率ってまだまだこんなに低いので、今後ですね、こういうふうなスマートフォンであるとかインターネットぐらいの普及をする可能性があるということで、こういうふうなグラフを作っているわけですよね。そうしますと、まだまだ普及率は低く、この先どんどん普及する成長余地があるということが伺えますよね。さあ、そしてもう一つビットコインの、ね、値動きの加速させているような背景に、アメリカでビットコインの先物の ETF の取り扱いが始まったということなんですね。ちょっとややこしいんですけれども、 ETF が始まったっていうことが非常に大きいんです。ビットコインとか仮想通貨を取引するときは、仮想通貨取引所を運営しているところに口座を作って、そこで取引しますよね。日本でもそうですよね、コインチェックさんとか財布さんとかビットフライヤーとか、そういうありますよね。一方で株式投資をするときは証券口座がありますよね。こちら口座が違うじゃないですか。なので、わざわざ仮想通貨取引所のところで口座を作るという作業が必要になりますよね。一方で ETF 上場投資信託になると、実はこちらの証券口座の範囲の中でビットコインに連動するような値動きのものを買いに行くというふうなことができるんですよね。つまり参入障壁が下がりますよね。なので、この ETF の取り扱いっていうのは、何度も何度もこうアメリカでチャレンジ申請していたんですけど、なかなか OK が出なかったんですけれども、ようやく ETF の取り扱いが始まったということです。ただし、先物ビットコインの先物のところで始まったと言われているので、ビットコインの現物取引の ETF が次に始まりそうな感じなんですよね。なので、こんな風に少しずつ少しずつビットコインに対する規制が少しずつ緩和されてきてるっていうのが分かりますよね。ですので、投資対象として、もともと皆さんもうすでに持たれている証券口座の中でビットコインの値動きに連動するような商品に投資できるようになったって、これ大きな規制緩和ですよね。そうするとぐっとこう裾野が広がりますので、さらにこうビットコイン本体自体のこう値動きが大きく加速しやすいっていう風な流れがあるので、ですので、いろんな世の中に物事があって、それが普及していくときにはいろんな障壁がある、その中で規制が緩和されていく、より一般的になっていく、こういうふうな段階を経ることによって、よりいろんな方々が利用して、それによってまあ価値が上がっていくというようなことが起きるので、ビットコインのこの ETF の取り扱いっていうのは結構大きな意味合いのニュースだったんですよね。それに加えて、今日のニューステーマですけれども、政治家がビットコインで給与を受け取る、これは自分たちニューヨークは仮想通貨あるいはコイン、あるいはブロックチェーンに対して理解がある都市であるということを示しているんですよね。実はですね、そのニューヨーク市のお話ですけれども、州全体、ニューヨーク州全体ではなかなかビットコインに対しては厳しい規制があるんですよね。不正行為を防止するために、仮想通貨の事業を始めるためにはライセンスを取らなければならないんですけれども、そのライセンスの申請にはだいたい1100万円ぐらいの費用が必要なので、なかなかね、ニューヨーク州でこうそういったビジネスをしようと思うとハードルが高いわけなんですよね。このあたりのね、ライセンスの部分、あるいは規制の部分をニューヨーク市だけでも緩和していくのか、いろいろこう期待が今されているわけなんですよね。最後に、そのビットコイン自体は非常に値動きが激しいですし、リスクが高い資産であるということはお伝えしておきたいと思います。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録といいねボタン、通知ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。これからも株式投資に役立つ情報を配信していきます。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。